近畿地方の警報を発表されている地域見ていきます。大阪府の土砂災害警戒情報を発表されている地域読み上げます。堺市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、川内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市、熊取町、岬町、河南町、千早、赤佐村で土砂災害警戒情報を発表されております。では続きまして奈良県見ていきましょう。奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、柏市、桂木市、へぐり町、三郷町、イカルガ町、神巻町、王子町、河合町、こちらに土砂災害警戒情報を発表されております。その他広く大雨警報も発表されております。この後近畿地方では長く雨が降り続く予報となっておりますので、引き続き警戒してください。土砂災害の危険のマップも見ていきましょう。現在ですね、大阪府などでも、危険区域発生しております。奈良県にもあります。土砂災害警戒情報が発表されたところでは、いつ土砂災害が発生してもおかしくない状況となっています。崖の近くや谷の出口などお住まいの方、直ちに安全な場所に避難するようにしてください。外への避難が難しい場合は、崖から離れた部屋や2階以上の部屋で過ごすようにしてください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。